おはようございます。のぼたけチャンネルです。今日は前橋総合運動公園からの朝散歩です。結構ね、みんな散歩してる人多いですね。ここもかなり雰囲気良くて、散歩コースはいろいろあるんですけど、今日ちょっと寒いですね。今日はね、朝ね、ここのとこ結構寒い日が続いて、今日は雨かなと思ったら意外と雨も降らずに良かった。なのでちょっと散歩ねしていきたいと思います。ここはね、自宅から近いのでよく来るんですけど、緑も多くてね、散歩するのにはね、もってこいの場所ですね、ここはね。今日もうちょっとね、早く来ようかなと思ったんだけど、ちょっと寝坊しちゃう。今になってます。ほらほら、鳥のコース、ヘルスビート 600m ジョギングコースだって。こっちちょっと行ってみますか。今日はね、1時間2時間ぐらい歩ければいいかなと思ってます。ここもね、子供が小さい時よく遊び連れてきてましたね。ちょっと池もあるのでね、ヘラブナ釣りもできるのでいいのかな。ちょっと池の様子もね、撮っていきたいかな。そう、ここはね、子供が小さい時にね、釣れてきてね、全然よく釣りしたんですよ。で、子供に任せてちょっとあれしてたら竿持ってかれちゃってね。で、親切な人がいて、竿を取ってくれるよなんて言ってくれた人もいたんですよ。よく持ってかれちゃう人もいるみたいですね。
ちょっとね、一旦この辺で終了したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。